こんにちは、翔です。ではですね、最終戦やっていきましょう。残るルーは最終戦だけなんですけど、ぜひともね、またファイヤーショットをね、ファイヤーショットでホームラン打ちたいところですね。まあ、現在こんな感じと、金徳が2個取れてますね。まあ、運がいいことに。では最終戦やっていきたいと思います。誰が来るかな。お、乙女と犬川とちいちゃんか。勝負しこつ取れるかな。ちょっとわかんないっすよね。決勝は西谷で行こうかな。ファースト岸田さんが出てたよね。岸田のがいいのかな。難しいところだな。まあとりあえず中井でいっか。はい、では最終戦戦っていきましょう。なかなかにいいよね、暁トリオ。まあスタメンに誰も出てないけど、まあガールフレンズが使えるかなって感じですね。視聴者の皆さん、このクロシアにとんでもない事態となってしまいました。夢でも見ているのでしょうか。石像が、あのレジェンドたちの石像が動き出しております。究極の野球能力とは我々の想像をはるかに超えた代物のようです。その力を得たナルミ、いやオメガナルミのもとに古のレジェンズが吸い寄せられるように集まってきているぞ。今まさにナルミレジェンズがスタジアムに降臨してしまった。立ち向かってくれ。いいですね、マリオ。さーて行きましょう。いいね、いいね。さあ、で総力 S ですよ。 S まで来てる8。ランブルホールは無理だな。お、いいですね、ワンスリー。まあストレートアウトか。おお、リードでかいな。さて警戒されてる中、オッケー、最高。いや、いいですね、やってくれましたね、この 1,2 番が、俊足コンビが。あー、ちょっと早いか。カーブか。これはボールになる。とりあえず1点先制。ここはヒット狙いの方がいいかな。いいですね、どうせ3点じゃ足りないからな。さあ、でいくよ。 BGM が変わるよ。いいですね。
はい、来たー、完璧初球を。この回無事に一人で終わらせることができると、無理だった。足速いんだよなこいつも。ゲッツーは無理か。しっかり点取られるな。おお、いいですね。あー、ミート打ちの方が良かったかな。まあ次の5回の、はい、くそー、うおー、マジか。オッケーオッケー、三振はでかい。今のところ実失点はゼロか。あー取られるな。ナイスバッティング。一条で狙ってもいいけどな、ここはヒットのが嬉しいな。なるべくね、3点差より4点5点つけたいところなんだよな。わあ、ストレートか、ランブルかと思った。走りましょう。オッケー、フォアボール。よく見ましたね。もう一度ね、もう一度打ってほしい。おお、無理。飛んでけ、やったぜ。2打席連発点取られすぎだろう、さすがに。あぶねー、内野安打になるかと。まあワンアウト取れたら。これ変えた方がいいのかな。まだいけるよね。ここだけ抑えてくれ、頼む。ギリギリ審判に助けられましたね。これはおお、変わりましたね。デケム、うわー飛ばなかった。いやまあね、この BGM が聞けたならいい。さあ初球スライダーはボール、第2球を投げました。スライダー見送ってボール、カウント2ボール。マシンで捉えた、うわー正面、くっそー。もう1点ぐらいは欲しいんだよな。
今回自動5失点か。さっき1点まあピンチで1本打たれて取られたもんね。外野って誰かいた？誰もいないか。あ、でもミオちゃんが一応いるのか。代打出しましょう。じゃあさーて、いや妹が見てますからね。エミが見てるからきっと打ってくれるはず。外れた。ボール。コーナー攻めてきます。投げました。見送ってボール。スリーボールワンストライク。第5球を投げた。ほう、いいね。カウント埋まりましたね。うーボールだわ。レフト線にボールが飛んでいきますが、くっそー。さーてピンチか。お、違う。うー、違う。これ守備固めされてるよな多分。うわー、4番河本になってる。マジかよ。もう采配にセンスを感じられん。じゃあ一条さん残すでしょう。のやべえな、ちょっとやばいな。間違えた間違えた。守るも下がってるしな。ちょっと絶好調を信じて一ノ瀬さんでいこう。オッケー、いけたー。よかったー。ナルミレジェンズを打ち砕きました。あっと、なんか吐き出した。あ、球体を体から吐き出したナルミは元の姿に戻っている。これなんかまさにファイヤーボールって感じだよね。赤い球を投げるのが。特に変わりそうもないですね、ここら辺も。限界突破。じゃあ大丈夫か。あとは能力振ってですね、勝負師が取れるかは分からんな。はい、クリアおめでとうと。アイテム使用から、あーまあ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 、力とパワー、あの肩ですね。能力アップ取れるんじゃない。うわー、取れんのかー。257かー。精神足りんわなー、そりゃそりゃ足りんよなー。くっそー、どうしようねー。守備はもう一段階上げれるね、ミートは。アーティストファイヤーショット、ミートでかくしようかなー。じゃあミート上げて総力上げましょう。5でいっか。
まあ補給上げてもいいし何かしらつけてもいいっていうところですね。これってやっぱ安くなんないよね、これチャンス持ってても。だよね、勝負師重いな。勝負師かなり重いっすね。で一回確定しようなあ。あとうまくなんか特納でいけたら、敏捷が結構あるんだよな。23、28、技術がちょっと足りんな。まあこれとゲッツー崩しか。あとは怪我取って補給を上げよう。じゃあお、5段階上げれるね。オッケー。あとはアイテムショップ行きましょうか。まあここら辺ですね。とりあえずミート使用して総力も使用する。であと補給で終わりか。で、使用で、まあ、肩。売りましょうかね、ここら辺。あ、見返りチケット使うの忘れてたな。使えばワンチャン。いけたかな。2万。あ、7000円ってことは、あと3100円足りないのか。いかないな。ギリギリいかないな。じゃあまあここら辺買うしかないですね。あ、これ複数買えるんだ一応。へえ、そうなんだね。まあこんな感じでいいでしょう。うん、野手としては一応過去最高じゃないのかな。410までいったのと。これに勝負師つけれたらっていうところがあったんですけど、まあまあまあ。さすがに重いね、コツ1だと。いいね、410か。なかなかじゃないでしょうか。まあ、マリオにも慣れましたしね。ではね、次回はそろそろ本当に上級制覇しなきゃいけないなと思いますので、上級の方で戦っていこうかなと思いますので、ぜひぜひ。応援のほどよろしくお願いします。勝てるかわかんないけどな。まあちょっと行動力とかも意識しつつだと、まあ強い選手が。うーん、笠薙がねいるといいですよっていうのをいただいたんですけど、僕まだ仲間にできてないんでね。そこもなんとか上級で一流に勝てるかな。まあそれもできたらいいですね。そうだね、ライゴーさんとかも取ってないからね、一流とはまだ戦ってないんですよ。はい、では本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、ツイッターフォロー等ですね、よろしくお願いします。そうだね、悔やまれるのはせっちゃん最後までいけんかったことと、勝負師が足りなかったところ。一級入魂だったら取れとったんかな。ちょっとミスりましたね、そこが。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。